鎌田、もう一度中に入れてきますが弾き返せる直接シュート、高橋ですね。高橋が決めました。少しホッとしたような感じでしょうね。そうですね、はい、いや本当にこの一戦にかけるその高橋の思いというのが感じられるこの表情です。はい、あの高橋はルヴァンカップの開幕戦であの終了間際に一時同点のゴールを放ったのはこの高橋なんですよね。逆転ゴールですね、逆転ゴールですね、はい、そうですね、勝ち越しのゴールでしたね、はい、素晴らしいシュートですね。そうでしたね。